はい、皆さんこんにちは、ゼッコです。それでは今回なんですけども、ローソン限定16時から23時59分がお得、 D ポイント20倍のキャンペーン、お試し非会券と併用すればさらにお得かもということで、今回は D ポイントのキャンペーン情報ですね。最近熱いですよね。今回はローソンで夕方以降に D ポイントカードを提示してお買い物をするとお得にポイントを獲得できるキャンペーンについてお伝えします。まあ僕もですね、実際にこのキャンペーン参加してきましたので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは行ってみましょう。ということで今回はこちらのキャンペーンですね。ローソン D ポイントカードのご提示で D ポイントが20倍、ローソン限定16時から23時59分がお得というキャンペーンとなっております。でこちらのキャンペーンなんですけども、本日動画をアップした2020年の11月17日火曜日から11月30日月曜日までの約半月ほどのキャンペーンとなっております。でこちらのキャンペーン、安定のエントリーが必須となってますんで、先にエントリーを行ってください。でこのキャンペーンですね、大きく分けて特典が2つございます。まあ一つ一つ簡単にお伝えしようと思うんですけども、まずはこちらですね、特典1ということで、期間中エントリーの上16時から23時59分のお会計時に、まあ D ポイントカードを提示したら D ポイントが20倍もらえますよということになっております。で今回ですね、ポイントとなるのはこの青枠の部分ですね。まあ16時から23時59分ということと、 D ポイントが20倍というところですね。まあ、20倍というところなんですけども、実質 10% 還元ということになりますので、ここはちょっと間違えないようにお願いします。まあ、それはそれでけどお得ですよね。で、僕なりにですね、この特典1の流れをまとめてみました。まずは先ほどお伝えしたように、16時から23時59分までの間にローソンへ行くと。そして、お会計の時に D ポイントカードを提示します。で、提示してもらう D ポイントカードはこの種類ですね。安定の通常の D ポイントカードであったりとか、D カードゴールド、クレジットカードの D カード、そして D カードプリペイドということと、あとは上に載ってる以外の D ポイントカードのデザインも対象ということと、モバイル D ポイントカード、そのアプリのバージョンの方もご利用いただけますということになっております。で、次2番目は、決済は何でも OK ということですので、とりあえず D ポイントカードをまず提示して決済してくださいということになります。ですけども、まあ僕の場合ちょっとおすすめなのは、aupay で決済したら 3% 分の今だと還元をもらえるので、aupay でも全然 OK です。で、もしくはですね、おそらくお試し控えても今回対象になるのかなと思うんですけども、ちょっとこれ後ほどお伝えします。そして3番目、後日 D ポイントの20倍がゲットということになりますので、まあ先ほどもお伝えしたように、とりあえず D ポイントカードを提示して決済したら20倍がもらえますよということですので、まあそこもあとはエントリー忘れずということとなっております。そして特典2の方なんですけども、そのまま読みたいと思います。さらに期間中エントリーの上、16時から23時59分に対象のローソンオリジナル冷凍冷蔵食品をご購入で、1商品につき D ポイントプラス20ポイントプレゼントというキャンペーンとなっております。で、ローソンオリジナル冷蔵冷凍食品なんですけども、まあ今出てるような写真の商品となってますね。まあ例えばポテトサラダとか卵サラダとか買いましたけども、まああと餃子ですね。他にもですね、まあ対象商品はこのマークが目印ということですので、まあちょっとしたこのロゴがついてれば、プラス20ポイント分がもらえますよということになります。で、残りのちょっと細かいところだけまとめました。まずは特典1の D ポイント20倍の方ですね。まあ 10% 還元なんですけども、まあ先ほどからお伝えしているように16時から23時59分のお買い物が今回はキャンペーンの対象で、それ以外の時間ですね、0時から15時59分のお買い物は対象外となりますので気をつけてください。で、付与上限に関しましてもしっかりとあります。1日が500ポイントまで、そして期間中トータルで2000ポイントまでとなります。なので実際に1日だと5000円分を決済したら500ポイントに到達して、期間中2万円分お買い物をしたら2000ポイントに到達するということになります。まあ結構ね、コンビニはちょっと商品の単価が高いので、まあそんなに無理して使わなくても OK です。次、特典2の方ですね。冷蔵冷凍食品の方がプラス20ポイントもらえるということで、時間帯は先ほどと同じです。とりあえず16時から23時59分までのお買い物が対象ということと、そして付与上限もちゃんとあります。期間中合計で700ポイントまでということになっておりますので、まあ、単純計算で35個購入で上限に到達します。まあけど単純計算って言っても35個も冷蔵冷凍食品買うことってのはあまりないとは思うんですけどね。けどまあよく購入される方であれば、まあこの D ポイントカード提示して35個までとなってますので気をつけてください。で、共通する残りの細かいところですね。もらえる D ポイントが期間用途限定の D ポイントとなります。で、付与時期に関しては2021年の1月末頃となってますので、まあ忘れた頃に付与されます。
で、有効期間に関しては、申請日から3ヶ月間となってますんで、まあ、またもらったらね、お試し引換券だったりとか、D 払いで使うのもありだと思います。で、先ほどちょっとお伝えしたこの決済の部分なんですけども、まあ、おそらくお試し引換券もまあ、いけるんじゃないのかなというふうには思うんですが、けど念のためですね、ちょっと公式ページをちょっと見てみました。ちょっと今グレーで囲ってるところなんですけども、キャンペーン1、D ポイント20倍は、D ポイント利用分、D ポイントを使うのお買い上げには D ポイントは申請されませんということでしたので、まあ多分、決済時、まあその、お会計時に D ポイントで支払ったらそれは申請されないということなんですけども、まあ僕の予想ではおそらくお試し引換券はちょっとこれに該当しないんじゃないかなと思ったので、まあ、今回は僕自身はお試し引換券をちょっと使っていこうかなというふうに思ってるんですけども、まあ、そこはね、一応こういった情報を発信してる上でちょっと確認は一応しておこうと思って、コールセンターの方に実際に問い合わせてみました。で、ちょっと途中からにはなるんですけども、少しだけ音声を残してますので、ぜひですね、ちょっとそちらを聞いていただければと思います。どうぞ。客様。はい。お待たせしてしまい大変申し訳ございません。あ、いいえ。入ります。はい。では先ほどお問い合わせいただいた件につきましては、はいはい、日数がかかってしまうのですが、後ほど折り返しさせていただいて、はい、ご対応させていただいてもよろしいですか？ああ、大丈夫です。はい、恐れ入ります。はい、では一度ご本人様確認をさせていただきたいのですが、お客様、はい、お待たせいたしました。はい、ご本人様の確認が取れました。ありがとうございます。そして念のため再度確認させていただきたいのですが、はい、キャンペーンが本日から始まったローソンの D ポイント20倍キャンペーンで、はい、お問い合わせ内容といたしまして、お試し引換券を使って購入された分がキャンペーンポイントの対象になるかということでよろしいですか？はい、大丈夫です。ありがとうございます。そして折り返しのお時間なのですが、お手数おかけいたしましたが、はい、よろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いします。本日は担当佐々木がご案内いたしました。はい、失礼します。はい、失礼いたします。ということで、今聞いていただいたように、とりあえず後日折り返しということになりました。まあね、ちょっとその続きに関しては後ほどもお伝えするんですけども、下のコメント欄で更新をまあ行っていこうと思います。けどまあおそらく対象にはなるのかなというふうに僕は思ってます。なのでまあとりあえずね、今回はお試し引換券を使って参加してみたいと思うんですけども、まあいつもの通りローソンアプリからお試し引換券をタップして、で今朝ですね、まあちょっと取れた分だけ獲得して、で実際に商品と交換してきました。今赤い矢印が入っているものですね、これらがお試し引換券で商品を購入したものですね。まあちょっと一部商品なかったんですけども、とりあえずこれだけ D ポイントとポンタポイントを使って交換してきました。そしてちょっと奥にあるですね、ゴールデンパイナップルというのだけ、冷凍食品ですかね、初めてちょっと買ったんですけども、これを購入したので、まあおそらくプラス20ポイントがもらえるということになります。ちょっと見づらいんですけども、一応ロゴが入ってますね。まあそんなこんなで今回は若干駆け足ではあったんですけども、まあDポイントが20倍ローソンでもらえますよというキャンペーンについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。いや本当ね、これ前回の動画が D 払いですかね。セブンイレブンのキャンペーンについてお伝えして、で、少し前もね、ローソンで D 払いのキャンペーンがあってた、それが終わった瞬間にまたこのキャンペーンが始まったので、まあ、ほんとここ最近のちょっとドコモ、まあ、この D ポイント D 払い関連のキャンペーン結構えげつないですよね。もうほんとちょっと嬉しい悲鳴でございます。まあ、けどまあ、ローソンとかコンビニに関しては商品の単価がやっぱり高いので、そんなに無理して使うことなくですね、日常でローソンを利用するときに D ポイントカードを提示して使うぐらいがちょうどいいかと思いますので、上限いっぱい使わなくても全然いいかなと思います。で、ちょっと先ほど動画でもお伝えした、お試し引換券のその問い合わせについての続きについては、この動画のコメント欄で、まあ分かり次第ですね、コメント欄にて更新をしていこうと思いますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。まあちょっといつぐらいに折り返してくれるのかっていうのは、明確な日にちはちょっと分からなかったんですけども、まあ近いうちまたくれるのかなと思いますんで、まあその時にですね、また随時ちょっとチェックをしていただければなと思います。で、一応キャンペーンについての公式ページですね、こちらも下の概要欄に貼ってますんで、気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。